まずこれ選挙マーケティング、これ勝つための手法とはと題しまして、参院選のですね、まあ主な出馬予定者のリストを用意し、まあ、ちょっと有名候補というかですね、用意しました。これあのラッキー&キュートの要素ともこう照らし合わせながら見ていきたいなというふうに思うんですけれども、これまずこれなぜこれ参院選はいわゆるタレント候補が多いのかというのをあの視聴者にご説明いただきたいと思います。これはねちょっと言いにくいんですがね、言っていいかどうかね、衆議院選挙っていうのは僕ら政権選択選挙と言ってます、はい、参議院はね若干人気投票的なところがあるので、そういう点ではまあ人気度というかね、誰も入れたい人にはなった、でもこの人いいじゃないとかね、まあ女性ですけど可愛いじゃないとかね、そういうのありますから、まあ、そういう点では参議院の方は比較的その知名度がある人が1点、もう一つはこの方々は個別に言うことは避けますが、結構このね2ヶ月前3ヶ月前に立候補表明した方が多いですよね、はい、これね国政選挙でね普通は1ヶ月前2ヶ月前に手を挙げるって言ったって、この大都市東京なんかでね本来だったら大変ですよ、うん、でも一応知名度があるとまあ間に合うかなということはありますよね、うん、そういう点でそのまあ東京地方区もですね、それから比例もですね、まあ、多少その名前を知れてると行くんじゃないかとありますよね。でも結構そのまあ分かんないですけど東京選挙区をね、僕はあの乙武さんとこの間対談をさせていただいたんで、東京選挙区の厳しい現況をね結構見て、生稲さん結構大変だろうなって僕は思ってるわけですよ。今回だから自民党があのバレーボールの朝日健太郎さんと生稲さんが新人出てるわけじゃないですか、で無所属で乙武さん出られるでしょ、で山本太郎さんも出るでしょ、蓮舫さんは公明共産ね、で公明党の方もそうそう共産も指定席ですよね、あと立民がいて、立民の2番手の方荒木さんって都民ファーストがいて、はい、であとそう都民ファーストがいて、もう超激戦ですね。そうだよ、で6人しか通んないですもんね。そうしたといい。だから結構僕はその生稲さんって当落戦場結構厳しい。でそこでやっぱ自民党は2人出すんですね。出します。だから6人区だもん、ね、支持率が 40% ある政党で、ね、40% ってのは10人中4人が支持してるんだから、ね、で6人あの当選する、うん、一人しか出さないってことはないですよね。そうなんだ、票が分散するとかって考えないですかね。でもね、物は考えようで、競い合うとね、一人でこう支出するっても大事ですよ、たくさん取ろうと、はい、でも二人出ると負けたくないって両方思うと、ああ頑張る、競い合う頑張る、これはありですよ。なるほどね、やっぱりこうね選挙ってね、お祭り以上にこうエキサイティングというか血が踊るというね一つ言うので、その点ね絶対指定席だから、今言ったね共産公明さんとか蓮舫さんは、指定席ですよ、はい、おそらく、まあ、ここで一位かどうか分かりませんけど、事務所でそんなね、血が踊ってね、血が騒ぐなんていうことはあまりないような気がする、ね、はい、固く固める、ね、でもおそらく朝日さんと生稲さんのところは、どっちか落ちるかもしれないと、ね、はい、両方厳しいかもしれないと、言うと両方で頑張るでしょ、やっぱりそういう基礎やって頑張るということもですね、選挙はね大事だと思います。確かに、ね、共産っていつも維新とかみんなの党とかと東京選挙区争ってるじゃないですか。そう最後どっちが取るんだみたいな、まあ両方取ったりもするんですけど、まあ、共産党の支持者はやっぱり高齢化してるじゃないですか、で令和新選組は割とその共産党っぽい思想、こういうなんだけど、でも若い人は掴めてるよね。そうですよね、すごい掴めてるんで、でそこをまた乙武さんとかがまたそこも取っていくわけじゃないですか、その、まあ、障害者票というか、そういったところが結構面白い争いになるのかなと。まあ、確かに面白い通り、今名前って全部有力ですからね、これ無所属の乙武さんっていうのはどうなんですか。無所属っていうのは、まあ、知名度はありますよね、はい、だから無所属は大変なんですよ、まあ、東京で無所属っていうのはでもね、そういうおっしゃるけどね、結構今まで勝ってる人いるんですよ、無所属で、はい、東京で結構ね、よくわからないところがあって、さっきも言ったように、まあ、同情って言うと失礼だと思いますけど、なんか一人で頑張ってるじゃないと、っていうのもあるから なんとも言いません。ただ混沌としてますよ、東京は。圧倒的にバックアップが少なくなっちゃうっていうことでは不利な決断。いやあのね、僕の話はちょっと混乱するかもしれませんけども、自民党支持がね4割とか、堂々と政党支持が 8% 9% でしょ、と3割ぐらいは支持政党なしなんだから、ね、この人たちは基本的には自民党は嫌、共産党は嫌、公明党も嫌って人いるわけよ、ね、この人たちの票をちゃんと固めれば6分の1を取ろうと思ったらね、入ろうと思ったらそれは可能性なくないでしょ、
試作っていうのは今回ね、うん、またすごい、まあ、変なっつったらあれだけど参政党っていうね、うん、あ勢力がネット上は結構すごいですね。すごいですよね、うん、あれもねよく集めてますね、うん、みたいなところもあったり、うん、ちょっと主義首相はうんって思うところは結構ありますが、うん、そういったところが票を取っちゃうかもしれないですもんね、うんうん、ただね、ネット上でねブームが起きてもね、うん、言いにくいんだけどね、なかなかこの人たち投票率は低いんですよ、うんうん、まあ、そういった点でやっぱり政党支持者っていうのは岸田総理含めてやっぱ行くからちゃんと公明党は強いっすもんね。だから俺公明党がやっぱり強いなと思うのは、はい、公明党っていうか、まあ創価学会の三大イベント、うん、僕はほら業務提携したからすごい学んだんですよ、うん、公明党の強さみたいな、うん、毎週月曜日の朝度胸してるわけですよ、創価学会の人、それが3番目のイベント2番目は年末に大工を歌うんですよ、うん、みんなで、で1番のイベントが選挙なんですよ。だから幽霊会員の人も選挙になると来るんですよ、うん、まあでもね公明党の強さっていうのはね、まあ、僕らもこういうことやってますからいろんなこう選挙を見てますけどね、やっぱり世の中に弱い立場の人たくさんいるわけですよ、うん、そういう人たちの目線っていうのはやっぱり持ってるんだよね、うん、これはね多少保守の方でちょっとどうかなっていう人は言いますけど、うん、まあ、公明党はねそういうところをきちっと持ってるから目線はね、視点を、うん、強いですよ、うん、すごい組織力ですよ。あ、そうですよ、めちゃくちゃすごい組織力ありますよ、うん、だから地方議員も確実に当選させるし、うん、もう地方議員の投票率ってめちゃくちゃ低いじゃないですか、うん、30% 台だったりとかするわけだけど、はい、そこでかっちり公明党の人たちは投票してくるんで、うんうん、がっちり地方議員が通って通るとその人たちが草根の運動をしてくれるんで、うん、国会議員も通りやすいし、だからこそ自民党が業務提携をしてるわけじゃないですか、うん、まあ東京都の選挙見てもね公明党はパーフェクトゲームというか、うん、まあ、ピタッと取るからね、はい、今回もおそらくピタッと取りますよ、すごいですよ、本当そうですね、まあ、勉強させてもらってます、地方、うん、でも日本だとその地方をガッと抑えることもすごく大事っていうので、いや最近ね、だから最近新興政党はそういう活動をちゃんと真面目にやり始めてるわけ、うん、だから地方議員をその弱小政党でも取っていってるよね、うん、だから維新の会とかでも結構真面目に最近はその地方議員をちゃんと育成してる、相当です。あと首長ね、一番いいのは地方の首長を取ることなんですよ、うん、だ維新はそれで大阪で成功モデルを作ったから、その大阪府知事、大阪市長、そして周りの自治体も例えば堺市とかずっと反目だったんだけど、そこを攻略したりとかしながら大阪の地盤を固めていった、首長をどんどん取っていったんで、もうどんどん維新の首長が増えていってるから、大阪票がそうですね、すごいんですよ。だから首長を取ることが実はすごく大きい。だから都民ファーストの会も、まあ そうですね、そういう意味で言うと議席取るかもしれないですよね、うん、だから強いですよね。てか小池さんついてるんで、はい、そう、まあ、あの人もね好きかいで言うと好きじゃない方ですけど、はい、まあでも選挙っていうとね、はい、天性だろうね、はい、うん、すごいですよね、強いよ、すごい、うん、強い勘持ってるから、うん、はい、うん、大したもんですよ、ね、知名度という点でも猪瀬さんが今回比例代表から出るんですけど、これいかがですか。あのね、当落で言うとね、うん、多分受かるでしょうね、はい、それはね、はい、自民党はねやっぱり10万票取らないと比例は通りません、はい、どんどん維新はそうそう、はい、維新はおそらく5万票で通ります、はい、そういう点ではここで言うと猪野さんとか中条きよしさんとかね、うん、はい、こういう人たちはやっぱりなんだかんだ言ってもね、うん、それぞれどっかで5000票台1万票だとやっていくとね、うん、47都道府県で5万超えれば通りますからね、はい、まあ、そういう点では少なくともその当選のね、うん、当落上選上には間違いがあるでしょうね、うん、堀井さんどうですか、よく猪野さん番組に出てもらったりしてますけれどもいやいや別にいいんじゃないですか最後のご報告だって、ね、おっしゃってましたけど、はい、はい、ということでこれ参院選の、お話非常に面白いんですが、次のテーマに行かせていただきたいと思います。これ三浦さんによる勝てる選挙戦略というものがあります。